ガトリングがやっぱ楽しみですね。どうもアーチです。はい、今日紹介するのはこちら、機動戦士ガンダム G オリジン MSD から HG144/1 ガンダム FSD です。前回の動画でね、これのランナー紹介までやりました。今日はこいつを組み上げていきたいと思います。はい、中こんな感じです。じゃあ早速組んでみましょう。はい、完成しました、ガンダム FSD。 いや、これめっちゃいいっすよ。何がいいって、まあまあ本体のね、プロポーションとかもかっこいいんですけど、武装が多い、これにつきますよね。めちゃめちゃ多いです。じゃあちょっと順番に紹介していきましょう。まずはビームサーベルの刃、ピンクですね。これが2本付属します。でもってどれからいきましょう。こうサブマシンガン、はい、これがつきますね。でこれ一応ここのね、フォアグリップが稼働するのと、ここがショルダーの部分が展開するっていう作りになっております。はい、こういう感じです。で次がじゃあキャノン砲いきましょう。はい、これ極地型ガンダムについてたやつと同じやつですよね。うん、これがつきます。これバックパックにつくようですね。そしてシールドが2枚。はい、でこれこっちは稼働するんですよ、こういう感じで。ここがで通常腕にもつけられるし、今ディスプレイしてたみたいにここをこう引き出すと、こういう形でね、地面に置くことができるっていう盾です。で専用の大型シールド、これいいですね、かっこいいですね。でこれは一応こう折りたためます。でまあ適度に裏側も、まあ、肉抜きあるんですけど、モールド入ってたりとかしますね。はい、いやーこれいいっすね、かっこいいです。でメインウェポン、はい、腕部のガトリングですね。こういう感じです。特に可動とかはないんですけど、今これ、断層式ですね。ここに弾が入ってるっていう仕様にしてあります。で付け替えでこれですね、球弾式ドラムマガジンから弾をこうね供給するっていう形にも選択できます。であとは右手用の銃持ち用の手ですね。はい、こういう感じのがついてるのと、この2つはそれぞれをねバックパックにマウントできるんですよ。そのマウント用の補助パーツになります。では本体見てみましょう。本体こういう感じに仕上がっております。成型色がねこういう渋めの色なんで、ものすごくかっこいいですよね。まあまあ造形的にはシンプルな、本当ファーストのガンダムっていう感じですかね。で目の部分ちょっと分かりづらいんですけど、赤のゴーグルなんですよ、クリアーの。でその下にシール貼ってるんで、見せ方によっちゃちょっと目が光ってね見えるっていう感じですね。この赤の差し色がすごくかっこよいですよね。でここシールです、この黄色い部分ね。はい、こういう感じに仕上がってます。いやこれ普通にかっこいい。はい、で足裏もう肉抜きがない、ちゃんと裏打ちパーツがあります。で後ろバックパックのバーニアがね5つついてるんですよ、1、2、3、4、5。はい、でビームサーベルがあって、腕にもねビームサーベルマウントできるんですよ。なので計ビームサーベルの絵は計3本ついてますね。はい、こういう感じに仕上がっております。じゃあ次は可動範囲行ってみましょう。はい、まず頭ですね。頭上結構向きますよ。はい、ここまで上向きます。下これぐらいで、まあボールジョイントなんでぐるっと回転しますね。で肩ですが、腕はここまで上がります。で前後じゃなくて上下に引き出しギミックがついてるんですよね、こう。はい、で肩部分はよいしょ、こういう感じにねなってますので、まあ一応独立で肩のアーマーも逃がすことができます。ここまで上がりますね。なんで結構自由にポージングはできると思いますよ。でここに縦軸のロールが入っていると
そういう感じですね。はい。で、肘ですけど、肘は二重関節になってるんで、もうぐっと折りたためる状態ですね。で、手首はボールジョイントでぐるっと回ります。で、よいしょ。腰。前後、多少前後しますね。あ、後ろに結構反りますね。こういう感じでね。で、ボールジョイントになってるんで、もうぐるっと回るんですけど、若干こう、アーマーに当たる。ここまでですね。アーマーというか内部構造に当たってますね。こういう感じの、よいしょ。ここがこういう感じになってるんで、で、こっちも四角なんで、そこまで360度は回らない仕様になってます。で、腰のアーマー類、これ、センターで真っ二つにしてあるんで、独立で動くようにしてあります。裏打ちパーツとかは特にはないですね。はい、ここまで跳ね上げ。で、サイドも、よいしょ。サイド、上がるのはこれぐらいなんですけど、ボールジョイントなんで、これも多少はこう、よいしょ、逃がせます。でもそんなに動かないですね。で、リアーマーは固定ですね、いつも通り。で、この股関節の前後の可動があります。こう前に出るやつですね。はい。これがあって、縦軸ロールがあってですね。で、前後は、よいしょ。まあ、後ろはいかないですね、そんなにね。でもこれぐらい。で、横はね、サイドアーマーが当たっちゃうんで、どうしてもそんなにいかないですけど、まあ、これぐらいは逃がすことができますね。はい。で、膝も、よいしょ、二重関節なんで、ここまでいきます。で、足首がね、ここ前後はこれぐらいで、横そんないかないんですよ。そんないかないんで、あんまり接地性は良くないかもしれないですね。で、最後にバーニア、あ、サーベル取れた。バーニアは、よいしょ、動くのがこの3つだけ動きます。横のは動かないです。なんですか、これボールジョイントなんで、グリン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 動きますね。はい、こういう感じになっております。あ、すいません、サイドアーマーはボールジョイントじゃなくて軸可動ですね。はい、まあでもこう逃がすことができるので、可動範囲は広い方だと思いますけども、前後に当たっちゃってちょっと干渉するので、そこまで動かないかなっていう感じですね。じゃあ早速武装をつけてみましょう。はい、まずはオーソドックスな形ですね。大型シールドと右手にガトリング。いやー、このガトリングいいっすよね。ロマンですよ、ロマン。うん、かっこいい。で、今これは断層式にしてあります。で、ここを付け替えると、はい、こういう感じになります。かっこいいですね。これ柔軟な素材なんで、形はいろいろつけれます。ただちょっと失敗するとね、カクカクしちゃうとちょっとかっこ悪いんですよね。カクカクしちゃってますけど。で、ドラムマガジンが腰にマウントされてるんで、上半身の動き関係なくつけれるんで、ポージングはすごいつけやすいっすね。おー、かっこいい。はい。で、この大型シールド、畳むことができます。で、畳むと、よいしょ、ピンが2個あるんですけど、畳んだ時はこの後ろの方ですね。普通に装着する時は前っていう感じに指示がされております。まあ、これで開いてもね、全然いいんですけど、こういう感じでね。はい、かっこいいと思います。はい、右手にマシンガン、左手に普通の通常の盾ですね。あと肩にバックパックですね。はい、キャノンを取り付けてみました。こういう感じです。うん、ここいかついですよね。ガトリングついてるわ、マシンガン持ってるわでね。はい。で、このシールド、ここにビームサーベル2本マウントできるんですよ。で、今通常の、ランドセルにもね、1本ついてるんで、3本ついてる状態で、このキャノン、稼働します。まあ、そこまでいかないかな、これぐらいは。はい。おー、極悪ですね。素晴らしい。めっちゃかっこいいですね。あ、あと悲しいお知らせがあります。角が折れました。ここですね。応急処置でくっつけたんですけど、ひょっとしたら、急いでつけたんで、若干角度が違うかもしんないんですけど、この武装をね、変えるときにパッキリいっちゃいました。皆さん、
お気をつけください。ちなみに全部乗せするとこんな形になります。はい、ガトリングもね、球弾式に変えて縦も後ろにマウントできるんですよ。で、キャノンで大型シールド、こういう感じもできます。ちなみにこのバックパックにつけるジョイントパーツはどっちからもいけるんで、左右逆にしたりっていうことも可能ですね。はい、おお、この状態で飾りたい。めちゃめちゃかっこいいっすね。うん、やっぱり武器が多いのはいいですね。遊んでても楽しいです。はい、ビームサーベル構えさせるとこういう感じになります。まあね、ドラムマガジンつけてると右手の自由はかなり封印されそうですけどね。 あとマシンガンも後ろにこうやってねマウントすることができるんですよ。だからいろんな全部乗せを楽しめるんじゃないですかね。うん、素晴らしい、かっこいいっすね。はい、こういう感じになってます。というわけで今日紹介したのは機動戦士ガンダムジオリジン MSD から HG144/1 ガンダム FSD でした。いやー、これはかなりおすすめですね。うん、武装好きな人にはめっちゃおすすめ。いろいろついててすごい。やっぱこのガトリングですよね、一番はね。このロマン武器ですよ、かっこいい。あとこういうね、盾が収納できる、折りたためるとかね、こんなギミックがあって楽しいですね。あとこういうキャノンとかね、武装が多いのがとにかくいいっすね。はい、こういう感じになっております。じゃあ今日はこの辺で、またね。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いいたします。あとコメントとかいただけると大変嬉しいので、そちらの方も何か感想とかありましたらよろしくお願いいたします。